よく来たな、キリュウ。柏木さん、あまり時間がない。お前とはいろいろと話しておかなければならないことがある。はい。今日の幹部会のことだ。どういうことや、四代目呼び戻すやと。そうだ、今六代目が現場を離れたら東城会の基盤が揺るぎかねん。ここは最悪の事態も想定し、他の組織も承服する人間に東城会を任せるのが先決だ。なんやと。私は賛成です。ミネオノレ。神田の兄貴、ここはキリ四代目に出張ってもらうのが最善の策です。何やぞ。頭、俺は六代目と直接杯を交わした間柄です。本来なら何があっても大吾さんに戻ってきてもらいたいですが、近江連合やその他の組織のこともあります。ここは早急に他の組織が納得できる大工を立て、大吾さんの帰りを待つしかないと思います。うん。今さら何言うとんじゃ。国道が頭取られて落ち着いとる場合か。株ばっかりやって頭おかしなとんちゃうか。おお、見ね。俺も神田と同じ意見です。極道だったらまずやることは後目のことよりも返しが先でしょう。浜崎。頭、俺が仕入れた情報じゃ、会長跳ねたのは風間のおじきによく似た男と聞きましたが。浜崎、お前それほんまか。どういうこっちゃ。六代目の側近の話だと、大吾が会長室で撃たれた時、部屋にいたのは風間の親父によく似た男だったらしいが。まあ一度死んだはずのおじきが生き返るわけもありません。別の人間だとは思いますが。頭、なんかご存知なんじゃないですか。いや、俺も全く見当がつかない。どちらにしても今東城会がすべきことは、会長を撃った男を捕まえて誰が戦争を仕掛けたのかを探ることでしょう。四代目桐生さんを戻すのはそれからでも良いのでは。いや、それは違う。あ、今は早急に東城会の足場を固めることが先決です。直系99団体、桐生さんを代行に立てて一枚岩になっていかないと組織は崩壊してしまう。桐生ってなんやねんお前。そんなに桐生に後目渡したいっちゅうんやったら、いっそのこと俺がキリュウの首取ったるわ。神田、お前。頭、この際やから言うときますわ。うちら三代目錦山組、キリュウの下に入んのはお断りや。初代も先代もキリュウにやられたいうこと、うちら錦山組は忘れてへん。だがそん時お前は強姦罪で無所の中だっただろうが。しゃがしゃボケが。とにかく桐生の首取る理由、錦山組にはあるんじゃ。こうなったら桐生ぶっ殺して、わしが東城会の後目になったる。桐生は東城会の敵じゃ。わしの手で桐生の首取ったら。それは聞き捨てならない話だな。ああ、桐生さんとやり合うのは構わない。だが錦山組に東城会の後目渡すわけにはいかねえってことだ。ねえ、頭。
何を言っているんだ。今後目の話なんかしている場合か。でも頭は桐生さんを呼ぼうとしている。俺も神田と同じでそれには反対なんですよ。浜崎、このまま桐生さんが代行に座ればそのまま七代目に復帰ということもある。お前もそれは嫌だろう、ミネ。もう一人の幹部の意見も聞きたいね。真島の兄さんよ。あんたも本部の若頭補佐だ。何か喋ってくださいよ。アホくさ。ああ俺は別にどうでもええ。あんたらで好きにやってくれや。どういうことや。風間のおっさんの亡霊探すもよし、キリュウちゃんとドンパチするのもよし、好きにせえ。そうや、一言言うとくわ。うん？喧嘩すんのは結構やが、もしうちの島に入ってきたら、そん時は怪我するだけじゃ済まへんで。真島。ほな。桐生ちゃん、えらいことになったで。